ダンクロとのあだ名、神話、ネットの反応集。ゲームのやべえやつ。平成ライダー最大のネタキャラ。主人公よりも人気な男。ちっちゃい腕検索して出てくる男。三次元で作画崩壊を起こす男。実写でギャグ補正を受ける男。変質者。出るだけで笑顔を与える神。文字だけでも笑える男。仮面ライダー史上最も忘れられない男。誰も忘れてない定期。スタッフが忘れてた定期。全部こいつが悪い。ダンクロと忘れる奴は多分、エグゼイド見てないと思うんですけど。平成史上最も忘れがたい男。愛すべきゲドウ。存在そのものが草生える男。CM でもこびることはしなかった男。クロトッチ。ハリウッド俳優に自分のフィギュアを渡した男。レオナルド、ディカプリオにフィギュア送ったやべえやつ。フィギュアを名刺代わりにする男。実家のような安心感。親の顔より見た髪。エキサイトを破壊した男。社長が変なことするときに流れる曲。自分を神だと思っている精神異常者。エグゼイドの面白さの大半を担っているキャラ。予告だけで命乞いと半裸になる男。予告だけで面白い男。ただの規制が記事になる男。125回死んだ神。どうやっても殺せない男。マリオの次に土管から出た男。自分の命を削ってまで視聴者に笑いを届けるネタキャラの鏡。ネタキャラにして中盤ボスにして裏ボス。高身長、高学歴、イケメンをダンクロトで総裁してしまった男。もうこれは神話だよね。メンサ会員。メンサのやべえやつ。命が拷問よりも軽い男。ふざけていないと気が済まない男。弾けリスト。ボーボボにいても違和感がない男。イケメンを全力で無駄遣いする男。撮影現場と住宅地が近くて、通りすがりの犬に吠えられ住民に通報されかけた髪。見下しすぎて見上げる男。シャフドを完全再現した男。長年の計画が衛星省のガサ入れで潰れた男。北条 M がなぜ変身できるのかネタバレしてくるやつ。ただの港を聖地にする男。人の形した災害。天才であり天才。バトスピで本人役で出た男。春春必成。お前たちの平成って、面白くないか？平成の塊。腹筋崩壊太郎。倫理崩壊太郎。作画崩壊太郎。ネタキャラ界の大魔事王。ガシャットよりうるさい男。やべえ。平成に木の立花作や。世界を変える力を持つ男。命、燃やすぜ。デンジャラスサンバ。ライド平成バーと同じやかましさを持つ男。ウィザードライバーよりも騒がしい男。アマツガイの完全上位互換。世界最強の社長はただ一人、私だ。人力焼却とかホビホビの能力受けても、生き残りそう。なんとかと天才は紙一重。鬼物ジムザン。テオス。ノスフェル。キャラクトロン。ノア教授。ボンボルド教。五代祐介よりみんなを笑顔にした男。五代祐介が親指を下に向けた男。津上正一にフライパンで殴られた男。木戸真嗣に背後から鉄パイプで殴られた男。乾匠が夢を守らなかった男。椿孝之に演じられた男。剣崎一馬に自分の作った世界を破壊された男。響さんでも清められない男。
天道掃除に豆腐を投げつけられた男。野上良太郎が過去改変で消滅させた男。紅渡るにライフエナジーを吸い取られた男。名護さんでも神に返せなかった男。門谷司が写真を撮ると綺麗に写る男。左翔太郎が依頼を拒否する男。フィリップが検察したがらない男。今さら罪を数えきれない男。日の英治に人の命よりメダルを優先させた男。如月源太郎が太刀になろうとしなかった男。相馬春人が絶望させたがる男。桂葉浩太が一周回って許せる男。泊まり新之助にトライドロンで引き殺された男。天空寺たけるよりも命を燃やした男。天空寺たけるに死ねと言われた男。北条 M に協力プレイを拒まれた男。桐生戦闘に人違いで殺された男。万丈優雅にバカと言われた男。おなりに手なずけられた男。やけどするから浩太さんと共演できなかった男。時は相互に魔王の肥やしにされた男。才能のみで魔王に匹敵する領域に立った男。神から王になり下がった男。福読みにドン引きされた男。日の英治に王道を邪魔された男。泉ひなに妻になることを拒否された男。ジオウが唯一ウォッチを受け取らなかった男。妙高院ゲイツに相互の仲間扱いを受けた男。加古川飛龍に最初にやられた男。秘伝アルトがアークの意思を理解した原因。遠目から見たらヤバいやつ。ダイナミック公然わいせつ罪。一挙手一投足すべてが笑いになる男。笑いの神。全裸でおもちゃ遊びをする変態。鬼にならなくても全裸になる男。俳優さんたちよく笑わないで演技できたよね。クロト 100%。アドリブだよ、狂ってるよね。どうだ、ゲームは強いだろう。クイズ番組で神の役です、とか言ってて草。新ダンクロト。ダンクロト新。ダンクロトツバイ。ダンクロトウ？世界一やかましいライダー。マックス大草原。時代が追いつけなかった男。どれだけ否定されようとも、認められなくとも、人の命を救おうとした男。ゲームの悲しいやつ。